映ってる？どこまで聞こえとった？いた。こんにちは。熱く語る。語るなんてことよ、絶対。語ったらなんかくるくる喋るの。はい、そう、電車で号泣して、で、まあ午後からは、まあ、その学校終わりにどっか行こうみたいな感じで言われとって、友達に。で、まあ、小松島、汽車を途中で降りて小松島のルピアっていうところがあるんですけど、ルピアのプリクラを撮るみたいなになってて、で、なんか南小松島駅だったかな、中電駅かな、どっちかで降りてルピアに行ったんですけど、もう一生も悲しくて、一生ずっと悲しくて、もうめっちゃ泣いてるし、で、泣いて、もうこんなんでプリクラ撮れないって言いながら、めっちゃ目腫れた顔でプリクラ撮った思い出がある。いや、マジ悔しかったんやな、あれ。ほんま悔しかった。もうあんな、もうあんな姿のナルトを見たくなかったってくらい、もう悲しくて悔しくて、なんかナルトの選手よりも泣いてた。うん、だから普通にやばかったよね、多分あの時に、多分同じタイミングで汽車乗ってた人は、この子なんでこんな泣きようやなと思われたんだと思う。だからな、思い出したくないって言ったら思い出したくないかもしれない。でもその記事を見て、もう私の中でも、もうこんなに、あの、こんなに悔しい試合はあるかってぐらい悔しい試合だったから、めっちゃ鮮明に覚えとる。みたいな、ダメ。ダメ。お疲れ様ひな。あ、多分失恋とかよりも多分めっちゃ泣いてたと思うよ。いや、あの泣き方は失恋よりもじゃない、なんかあったんじゃない。それ以来のプリクラ、多分ね、実家の財布に入ってると思うんだけどね。そう、それ、はい、その時、まあめっちゃプリクラやっぱ撮っててさ、時代的にも。そうで、まあその当時のね、まあその時のプリクラはないんだけど、まあそれから、まあ約十何年経ったんだ、10年ぐらい経った。そう、10年経った目が腫れてないプリクラがこちらですね。目が腫れてないプリクラ。仕事戻ります。
これ今3日連続撮ってるからね、撮ってるからね、じゃない3日連続ね、みんなに見せてるの。プリクラ撮ることあんまないから、みんなにこればっかり見せてる。晴れるけど晴れたい、確かにちょっとうまい。でも思った、なんかプリクラって昔ね、もっとこういうなんかいっぱいあったイメージないよ。なのにもう出てきたらこれだったよ、この2枚だったの。減った？みんな貼らなくなったからってこと？穴開き忘れようにだから興味あることは覚えてんのよ。いや違うよ、トマト缶に興味がないわけじゃないけど、そう、まあもうナルトはマジ全部覚えてる。だからあの時がマジもうハマりすぎとって、高校野球に。鳴門高校だからなんかこんなに力を発揮できてる気がする。他のやつをここまで鮮明に覚えてるかって言ったらそうじゃないか。あの時はもう全チームのことを知って攻略しようと思ってたから、鳴門が勝つにはとか鳴門がじゃあここと当たったらここがこうだからみたいな、もうほんまに監督みたいな脳だったんですよ、ほんまに。だから、うん、あの時代の選手とかマジで覚えてる、わかるよ。でもなんか見え方が変わってくるんだよね。なんかあの時は自分は中学生でさ、こう甲子園に出てる人たちはみんなこう上の人たちじゃん、自分よりも。だからすごいなんかすごいキラキラって感じだったんやけど、今ってなんか自分の方が上じゃん、年齢が。だからあ、これに出てる子たちってみんな年下なんやと思って、なんかほんと親目線みたいな気持ちになってくるよね。なんかだんだんと憧れとかだったのが、わかる？これ分かってもらえる？ってなるともうただ純粋に好きっていう気持ちだけでもうガーってなんか熱くなれないっていうか、客観的にこう試合を楽しんどるみたいな見え方になるんだよね。とは言ってもやっぱナルトはもう好きだから、もう本当に好きだから、そう、まあ、思い出は全然違うんだけど、今でもやっぱ心臓ドキドキするし、うん、そう、まあここ数年甲子園出れてないから、早く鳴門高校を甲子園で見たいなとも思ってる。でもまあ最近ドラフトあって徳島の選手めっちゃ選ばれとって、あの阿南光のね、吉岡くんとかも指名かかっとったし、そういろんなとこで徳島の選手が活躍されてるのはめちゃくちゃ嬉しい。知らないうちに監督も年下になる。
そうか。そうかそうか。うん。だからまあ何が言いたいかっていうと、大谷選手がいた花巻は、まあ私のライバルは大谷選手ってことですね。出すね。大事なところ噛むのなんなん。つまりそういうことになりますね。因縁の戦い。直接的じゃなくて間接的なライバルです。憧れることをやめます。はい、初めから憧れてはいません。戦うことだけを意識しております。はい、今何しとんやろ、今何しとんやろとか言って、今何しとんやろな。花巻の千葉くんって今何しようやろ。千葉翔太だったっけ。不意にこうやってあの時のあの選手って何しょるんやろとか思ってエゴサとかしてみたら、えってなったりする。プロになってたりとか。いやもうそれカット打法、もうなんなんの打法は、ほんまにやばい。2013年の気持ちが蘇ってきた。九州三菱自動車におる。うわー懐かしい。こんにちは。でもすごいよね、こうやって何年も前の出来事をさ一瞬で思い出させれるぐらいのこうインパクトがあるプレーをできるって。だってあの13年前のさ、あの人のウィンクやばかったよねってことでしょ、簡単に言ったら。すごくない？それって。十何年前のあのライブのさ、あの曲のこの感想でなんとかちゃんがしたウィンクやばかったよね。ぐらいのインパクトを残せるわけでしょ。そりゃすごいわ。お疲れ様ひな。
野球は記憶に残るプレーもたくさん、うん、ある。なんか不思議とさ、その時の情景とか、なんかもうツーアウト満塁、なんかツーストライクとか、なんかもうそういう細かいところまでさ覚えてるくない？ただホームラン打ちましたとかじゃなくて、9回裏ツーアウト満塁、それが全部踏まえた上でのそのプレーで覚えてる。そう、あとなんか実況とかも、その人の表情とかも浮かんでくる。あー、うん、悔しい。何回思い出しても悔しい。最後フライでキャッチャーのね、最後フライでキャッチャーの草加くんが打って打ち上げて取られてアウトだったんやけど、もしあの一本が打ててたら勝てたんやとかマジで思う。でももう打ってたらとか思うけど、そんなん絶対自分がもしそのバッターボックス立ってたら打てるわけないし、マジすごいと思う。あそこに立ってるっていうだけで君は天才だよって気持ちになった。もうなんか感謝しかなかった。もう打てとか言っても、もうなんで当たんないとかじゃなくて、もうほんまにすごいよってなった。ただただ悔しかった。なんかナルトが負けたことにってよりは、ね、急にこうやって野球あ、そうか、野球ボールからこうなったんか。また野球ボールからこんなに野球の話語ってる。でも今回はちょっとまだ関連性があるから、昨日の王将の話とはまたわけが違うから。エビフライから王将の話を50分間繰り広げたあれではないからな。だって若干私が語りすぎてみんな引いてるもん。私の話についてこえてんの巨人軍さんぐらいや思えない。野球、うん、まあいいんですよ。私の野球、高校野球ナルトが好きな気持ちが伝われば。いやもし私がじゃあ高校でマネージャーさんやってたら、きっとこのアイドルには慣れてないと思うんだよな。なんでかっていうとだって私まあ高校2年生でこれになったやん。高校2年の終わりでってなったら、高校野球的に言うともう高3が大事なわけやん。ってなると、もう私は絶対どっちかなんか選ばれへんかったもん絶対。いやもちろんアイドルになりたいけど、ここまでこう身近で応援してきたこのチームとみたいな、多分絶対気持ちが芽生えてたから、高3まで見守りたいみたいな、最後の試合はみんなで戦いに行くみたいなところ絶対あったと思うよな。ってなったらやっぱり私はマネージャーをしないという選択肢はあっていたのかもしれない。わあ、そんな気がする。ああ、よかった。
すべての決断大事やん。そうだよね。いや実はこれはもう本当にもうまだ喋れないんだけど、まだ喋れないんだけど、ちょっと小出しにすると、実はこの前、その私は高校時代の一緒に高校時代の私の副担任じゃない、担任の先生で、一緒におにぎりを、その野球部のおにぎりを握ってた先生に再会したんですよ。実はそう、私の担任の先生が野球部の副顧問で、で、まあ、その当時その野球部のマネージャーがいなかったから、で私が野球好きなのも知ってたから、まあ、マネージャーにならなくてもおにぎりとかの手伝いをしてくれないかって、してくれないって言われて、一緒に握ってた、そう、握友先生がいるんですよ。そう、握友先生がいて、その人にまあ会ったんですよ、久しぶりに。どういうあれで会ったとかはちょっとまだ言えないんですけど、でもその時にまあちょっと、いや何年ぶりみたいな、8年ぶりだよねみたいなしてて、もう懐かしくて、世間って狭いよマジで。マネージャーしてたのかと思った。私はまあナルトが好きじゃないですか。でも、もうこれだけは言ってるのはナルト高校じゃないから、私は出身が、そう、ナルト高校じゃないから、もしナルトと試合で会った時にどっちか、自分たちの母校もそりゃ、じゃあ自分がじゃあマネージャーしてたら応援したいじゃん絶対。でもナルトも好きだから、原点がねナルトだから、ってなるとどっちもに中途半端だからマネージャーできないですって言ったの。そう、だって 100% で応援したいじゃん、ナルトのこともそっちのことも。そう、だからマネージャーはしてなかったんですよ。まあ、でもマネージャーでもしてたら、なんかスコアとかいろいろなんかそういう面でも知識が備わってよかったんだろうなとも思うけど、でもそれしてたらきっと STU になってないから結果的に良かったのかとも思ったりするけどね。まあ、またその話もしますね。うん。ありがとうハート。ファラオさん。待って、何分してる配信、私まためっちゃ語ってる。
野球ボールありがとう。ラミさん初見こんにちは、ありがとうございます。1時間半ぐらいか。そう、なんかもう趣味がさ、なんかもう趣味がっていうか好きなものがなんかお酒とか野球とかサウナとかでマジなんかおじちゃんって言われたりするんですよ。だって魅力的じゃない？魅力的なものがただおじちゃんの趣味なだけなんだもん。悪くない。って思うんだけど、だとしたらおじちゃんはすごくセンスがいいと思う。それがおじちゃんならば、だって全部魅力的なんだもん。大体共通言語だし。趣味いちご狩りとか言えなくてごめんね。趣味は朝から甲子園に行ってお酒を飲みながら野球観戦をして、最後の4試合目が終わったらサウナに行って、サウナ上がりにお酒を飲んで野球について語り合うことです。でもおじちゃんとかやっぱ自分より人生長く生きてるからさ、普通になんか普通の話するよりもなんか人生のためになったりとかして面白いんだもん。いちごだって好きだよ。いちご好きだよ。私フルーツめっちゃ好き。好きな食べ物は野菜とフルーツっていうぐらい好き。うん、フルーツは誰にも負けない。多分いちごが好きですって言ってる人よりもいちご好きだと思う。それはもう当たり前のこと。わざわざ好きだから好きって言うまでもない。って思うよ。私のファンの人おじさんが多そうだって。嘘、みんなおじさんだったの？でも私の感覚では全然おじさんじゃないんだけどって感じするよ。確かにこの話についてこれてるからおじさんな感じするかもしんないけど、全然おじさんじゃない。でなんかあんまりなんか見た目からあんまりアイドル好きっぽくない。なんかオタっぽくない。なんかほんまに普通に言われんかったら分からんかも。アイドル好きなんですよって言わんかったら。うん、みんなのイメージにあるなんかオタクみたいな感じはない。全然って感じするよ。うん、確かにな。もう私がファッションの話してもあんまり分かってないかもしれない。
でも多分それって多分どこもだよね。物足りなさ感じそうなのに。バンダナ。え、この前みたいに私みたいにここにスカーフ巻いとけばいいじゃん。ファッション教えてほしいわ。いいんだよ、あのファッションマジユニクロでいいよ。ユニクロがいいよ、私シンプルなの好きだもん。自分は結構そういう、まあ、シンプルも好きだけど個性的なファッションが好きなんですよ。でも男性はマジで私もう白Tデニムでいいって思ってます。マジでいいよ、なんか男性とかはシンプルで、うん、もうシンプルな黒 T デニムでいいの。そう、女の子ってそんなね求めてないんですよ、普通が一番だから。うん、そんな難しいものをね着なくて大丈夫。白 T でも冬になったらロン T とかもう黒のスウェットとか黒のパーカー、もう単色でいい。もういらない、ロゴもいらないし。ロゴもいらないし。白なら白、黒なら黒、それでいい。うん、しかもまあ安いか高いかって、まあ、みんな全然分からんけど、そのレベルが分からんけど、やっぱ質はいいじゃん、もうユニクロって。もうこれでいいんだよ、このパーカーで、このパーカーでいいんですよ。これも多分もうそれだと思う。うん、あとは私が作る生誕 T シャツを着とけば大丈夫。島村は？島村着るんだったら、島村めっちゃ安くていいと思うんですけど、島村着るんやったらなんかもう値段もそこまで変わらんし、多分ユニクロの方がいいんじゃないって思う。でも私も好きよ島村とか。全然でも大きくなってからは行ってないかも。でもね、あの小物アイテム系とかめっちゃ品揃えいいんですよね。島村とかアベイルとか。私はよくちっちゃい時モンスターズインクが好きだったんで、ディズニーとかのグッズとかをよく服のところじゃなくてそういう小物系のところでめっちゃ毎週のように見に行ってた。いいよねキャラもの多くて、わかる。私もキャラもの昔好きだったから。でなんかイメージなんだよね。私はなんか別に自分のことおしゃれってそんな思ってないけど、もうおしゃれなものが好きだし、多分周りが私に対しておしゃれおしゃれって多分言ってくれるから、あ、マシちゃんはおしゃれっていう、もう洗脳でそうなってるだけだと思う。うん、おしゃれ、うん、わかる。マイク・アザースキー、みんながおしゃれだねって言ってくれるから、あ、私おしゃれなんやと思って
ルンルンしてる。あの可愛いと一緒、可愛いって言われたら、あ可愛いやって自信が湧いてくるみたいなもん。そんなに高いものを着るからおしゃれなわけじゃないんですよ。誰なんか安くてもそれが似合ってたらおしゃれだし。おしゃれだって嬉しい。うん、でも本当にもう服にまみれて生活がしたいけど、そう毎日サイト開いてうわーかわいいと思って買った気になって我慢してる。こんにちは。うん、まあ、でもやっぱおしゃれなものっていうか普通に服を着るのでもやっぱりこうなんだろう、見栄えを良くするためにはやっぱり顔、体をちょっと絞ったりとかむくみ取ったりとかってやっぱ大事なんやなと思って、そしたらいいものに見えたりするんだよな。だからやっぱそれももうちょっと頑張らなきゃって感じ。本当に欲しい時に買う。我慢我慢我慢。世の中は可愛いもので溢れてる。服好きすぎて古着屋でヴィンテージのジャケット50万いったので、古着屋さんで50万のジャケットってめっちゃ高くない？でも一目惚れしたってことか、買っちゃったってことは。でわかる、一目惚れってやばいよね。人に対して一目惚れとかわからん。なんかよく一目惚れしましたとかあるけどマジで分からんけど、服に対しての一目惚れってマジで分かる。これだもうビビビとくるんだよね。こんにちは、お疲れ様ひな。今日は夜もちょこっと配信しようかと思ってて、うん、夜はちゃんとメイクしてみよう。夜っていうか何時ぐらいだろう。
マジで告知系が全然できてないの私、気抜きすぎ。やります。あとインスタも投稿して、うん、徳島のイベントも全然まだ告知できてない。福ちゃんしてくれてるけど、しなきゃ。こんにちは。じゃあまたちょっと楽しみにしとって。夜このブクブクのむくみマヒナをすっきりマヒナにしてくるから。え、私あの芸能人の中里依紗さん好きなんだけど、芸能人の中里依紗さん、中里依紗さんがね髪の毛染めてて、それがね黒と白っぽくてちょっと違うんで、この表面ほんまそれこそまあブラックジャックみたいな感じで、ここ白ここ黒みたいな感じの分け方。私はさ下が白上が黒じゃんにしてて嬉しかった、と思って、同じ感性みたいな。中里依紗かわいい、やっぱかわいいマジで。あ、でもちょっとまたなんかあれか、黒白から色入れたのかもしれない。普通この髪型したらマジでこれにしか目がいかないはずなのに、顔も強いから、見てこの光が、顔も強いから、うん、ビリー・アイリッシュ系かわいい。マジかわいい。そう、あの中尾明義さん、あの旦那さんのもう好きなんですけど、が上げてるインスタに載ってる中里依紗さんがマジかわいい。かわいい。見てみて、もし時間あったら。眩しすぎ、神々しい。はい、終わろうか。終わろうか。結構喋ったし、喋っちゃったし、最後ちょっと間延びしちゃったけど、はい、終わっちゃうのって。まだもうちょっと喋ってほしい。でもね、人はね8分目がいるし、あともうちょっと喋りたかったなぐらいがいいんだって。そうだからこれぐらいでやめとくね。また夜も見に来てほしいし。
野球ファンなのね。そうだったの、よかった。野球ファンぶっ刺さり、ぶっ刺さりトークだったでしょ。まだまだ引き出し大きい女な気がするので、ぜひ見に来てください。よし、じゃあ終わろうかね。気づいたら2時間も話しとったわ。すっぴんマジはずい、後で後悔するこれ。よし、発表します。13位は M、 12位はイグネコ、誕生日おめでとう。11位はララランドさん。10位はゴールドさん。9位はキャマキャマ。8位はバンちゃん。7位はガントチャートさん。6位はおしめななみんさん。5位はりゅういち。4位はゆうたパパ。3位は読売巨人軍さん。第2位は考えなし。そしてお昼配信の第1位は、第1位はなみさんです。おめでとうございます。イエーイ、なみさんありがとう。みんな今日もたくさんコメントゲストありがとうございました。また夜配信ちょこっとする予定なので見に来てもらえると嬉しいです。それじゃあ11月3日日曜日、休みの方はゆっくり休んで、お仕事の方は残り半日頑張っていきましょう。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。絶対フォローするんだぞ、また見に来るんだぞ。バイバーイ。すっきりしてくる。これもごちそうさまでした、美味しかったです。バイバーイ。ポチッとなー。